今日はこの枝豆などを用いてビールに合うおつまみを作ろうと思います。まずは枝豆の下処理からしていきます。なんかこの両端をちょん切るといいらしいです。野菜は何でも新鮮な方がいいと思うけど、なかなか動画撮る気力が起きなくて、買ってから結構日にち経っちゃったんだよね。ちょっと傷んじゃってるかも。ごめん、ゆいだまめちゃんたち、美味しく食べてあげるからな。この枝付きの枝豆買ってみたかったんだよね。初めて買った。もうすでに美味しそうだから一緒に。そうなんだけど、最近野菜はだいたい業務スーパーで買ってます。普通のスーパーだともう全てが高くて、業務スーパーでも値上がりしたなとはちょっと思うんだけどね。わあ、終わりました。いやー、なんか一つずつ房から切っていく作業は楽しいけど、ちょっとあまりにも多かったかな。水でざーっと洗って、水気を切って、枝豆を用意している間にお湯を沸かしていきます。今回は珍しくちゃんと1リットル測ってあります。11個の転換よし。塩も 40g 量っていきます。水に対して 4% のお塩を入れるらしいです。40g って相当だよね。昔居酒屋でバイトしてたんだけど、もちろん枝豆もメニューにあって、ちゃんと茹でてから塩をかけてたんですよ。厨房の人がちゃんと毎回何 g って量って決まった量入れてたんだけど、結構しょっぱいのね。それでもたまにお客さんに塩くださいって言われてたよ。早死にするぜ。瓶の半分くらいなくなっちゃった。新品だったのに。ほんじゃ塩もみしていきます。もうゴリゴリもんでね、枝豆の産毛を落として、あとさっき両端も切ったんでね、中に塩が入るようにしていきます。ゴリゴリめっちゃ手についちゃった。手についた分気持ち足していきます。はい、まだお湯が沸かないのでキャベツの下処理をしていきます。フィルムごとキャベツを切っちゃって、よいしょ。 あとここの芯ね、包丁で傷つけておくと、なんか成長点を傷つけることができて傷みづらくなるっていうよね。フィルムを剥いで洗います。さらに半分切っとこうかな。キャベツをスライサーで千切りにしていきます。キャベツ千切りにしてると崩れてきちゃうんだけどさ、どうすれば防げますか。有識者教えてくれ。みたいな感じで千切りも自動でできたらいいのにね。まああるっちゃあるか、家庭用であるのかな。でなんかこうキャベツを千切りにするピーラーを使ってる人とかいるよね。
ちゃいそう。まあ何でも一丁言ったんですわな。まあこれは家で食べる用なので、まあ、千切りできなかったキャベツもね、それはそれで食感の違いっちゅうことで楽しもうと思います。なんか千切りキャベツだと米感覚でむしゃむしゃ食べれるからダイエット中もよく食べてます。塩昆布と混ぜたりしてね。残っちゃってるんで、このお湯をすくい入れて、なんか実験の共洗いみたいだね。このお湯でボウルを洗って塩を全部入れます。はい、5分茹でます。じゃあ続いてツナマヨキャベツを作っていきます。ツナはまあ、いい感じに身だけをくり抜いて、油も入っちゃった、まあいいか。確かこれ買った時ノンオイルが売り切れてたんだよね。いつもはノンオイルを買ってます。はい、油増し増し。チューチュー。鶏ガラ、トップバリューの鶏ガラ初めて買うな。業務スーパーの鶏ガラはちょっと癖があったので、こいつはどんな感じか期待です。黒ごま、ちょっと白ごまの方がいいと思うんだけどね。ニンニク、塩、黒胡椒、たっぷり入れるぞ。ピリ辛にしたいので豆板醤も少し入れていきます。ちょ、マジマジスティックレモン、もっとマヨ入れてもよかったかもな。お、枝豆が、キャベツも器に移していきます。大量だな。キャベツとツナマヨあえの完成です。よふぃー。じゃあ洗い物増やしたくないので、もやしもこのボウルで作っていきます。ちょっともやししなびれてるけど大丈夫かな。大丈夫でしょう。ここに冷凍ネギとニンニク、お酢、1/2くらい。隠し味に合うか分かんないけど、ウスターソースちょっとだけ入れます。ちょっと果実感とかスパイス感を足して、で鶏ガラ出したにしてもよかったな。まあまあまあ、塩ちょっとでいいと思う。黒胡椒混ぜて電子レンジで加熱していきます。あっと、よし。最後にアスパラのベーコン巻きも作っていきます。アスパラ腐ってない、ね、最近自炊できなかったんだよね。よいしょ。なんか異臭がする。うえー、
ごめんなさい農家さん。はい、硬い部分は表面をピーラーで削っていきます。なんかアスパラ細いから何本か同時にベーコンで巻いちゃってもいいかも。はい、はい、じゃベーコンで巻いて3本同時に巻こうかな。爪楊枝で留めます。そのまま焼くか。じゃあオリーブオイルを敷いて、並べて焼いていきます。ケチエチコンロ転換。よし、焼いてる間にさっきのもやしを盛り付けていきます。海苔ものせようかな。多すぎた。もやしの適当和えの完成です。よひー。味付けはシンプルに九州醤油と塩コショウで終わりにします。盛り付けて、映えないな。アスパラのベーコン巻きの完成です。よっぴー。ビールに合うおつまみたちの完成です。よっぴー。それではいただきます。まずはね、この冷凍庫で冷やしておいたグラスにいつものいきたいと思います。飲み物をお持ちの皆さん、ご一緒に乾杯。明日から労働だけど、労働前に飲む酒もうまい。なんかこう普段飲むにはこのサンデーグリーンラベルが美味しいなと思います。オリオンとかもすごい好きだけどね。さっぱり系のビールが好きかな。じゃあずっと楽しみにしてきた枝豆、いただきます。やめられないとなってしまいました。いや、家で枝豆バクバク食えるの幸だね。ビールと枝豆ってよくある組み合わせですけど、枝豆ってなんかアルコールの分解を助けてくれるんだっけ。なんか健康的にも酒飲んでるのに健康もクソもないけど、いい組み合わせなんだよね。じゃあその他のおつまみもいただきます。キャベツのツナマヨいただきます。酒が進むね。多分調味料が混ざりきってなくてダマがあるんだけど、そんなに豆板醤の辛みは感じないかな。もっとがっつり入れちゃってもよかったかも。豆板醤メーカーによってさ、なんかちょっと入れただけでめちゃくちゃ辛くなるやつと、じゃんじゃん入れちゃってもそんなに影響ないやつとあるから、
初めて買ったメーカーの豆板醤は多分他のメーカーとは塗りが違うからいろいろ試してみた方がいいね。来世は枝豆食いマシンになりたいな。続いてもやしの適当和えもいただきます。適当和えっても料理名ですらないね。これ9月に撮ってるんだけどまだまだ暑いからお酢も入れたと思うんだけどね、まだ酸味のあるものが恋しくなりますね。美味しいです。アスパラのベーコン巻きいただきます。せっかく棒刺したけど汚れてるから棒持っては食べれないよね。こう食べるか、うん、アスパラは正直旬じゃないと思うんだけど、ね、十分みずみずしくってちょっと甘みもあって塩気のあるベーコンとよく合って美味しいです。なんか棒が刺してあるおつまみってピンチョスって感じするよね。しない？実はね、今日はさっきマクドどうしても食べたくなって食べちゃってさ、マクド食べてる動画も投稿してるんですけど、その後に撮ってるからね、あんまり食欲はないんだよね。でも、その中でも枝豆はスイスイ食べられます。動画撮れるにも限られてるからさ、撮りだめしちゃって編集に時間かかってなかなかタイムリーに動画上げられないみたいなところはあるんだけど、まあね、撮影も編集も頑張っていくのでこれからも応援よろしくお願いします。それではこっちにチャンネル登録ボタン表示してるのでチャンネル登録ぜひぜひお願いします。高評価コメントもお待ちしております。リクエストなどもあったらコメントにお願いします。それじゃあまたね。